皆さんこんにちは。スピリチュアルカウンセラーの片山田塚です。1月2日皆さんお正月はいかがお過ごしですか？今日は前回のね動画でもお話をしたんですが、今回は皆さんの星座から今年の運勢を霊視鑑定っていうんですかね、占いというとまあどうしても統計学でねもう大体決まっているので皆さん大体同じことを言うんじゃないかなと思うんですけど、あとは戦術によってもね全然違うとは思うんですけど、私は一切占いについて勉強したことが本当にないんです。私が鑑定するときには霊視投資、この沖縄のユタの力を使わせていただいて、全て、上から降りてくるっていうのかな、何かとにかく全部言葉として聞こえてきたり体感で分かったりします。今日は初の試みです。星座でよく私もう人を見れば、あ今年どういう感じだなとか今月こうですよとかっていうのが見てると分かるので、そのようにスピリチュアルカウンセリングではねお話を、やっぱ年始とか年末とかにはそういう話を聞きたいっていう方も多くいらっしゃるので、そういう話もさせてはいただいております。今回この例えばお羊座全体でこういう流れですとか、私何座だからこうだっていう言い方を今まで一切したことがなかったんですね。だって目の前にいる方にお答えするときにはその方の魂を見て回答していけばいいだけというのか、本当に何座とか関係ないんですよね。あなたはっていう感じ、私は生年月日も一切カウンセリングするときにお聞きしたことがないです。なので今日は初の試みで、私はねすごくワクワクしています。どんな感じに降りてくるんだろうと、もう本当に霊視鑑定です。皆様も今までにない鑑定を身にすると思います。私もまだやってないのでどういう結果になるかわからないんですが、楽しんで皆さんを鑑定していきたいと思います。ただ昨日もお伝えしたんですが、大切なことは皆さんがウキウキワクワク感謝して笑顔があふれて今日過ごしているかですからね。それがすごい大切です。皆さんをしょんぼりさせるための鑑定ではないんですよ。なので皆さん楽しんで聞いていただけたらなと思います。そしていいとこ取りしてください。プラスにしてください。見えるまんま今日今から鑑定します。それでは始めていきましょう。ではシームスとつながりやすく今研ぎ澄まされているので、この状態で一番初めにねお羊座からいきましょうか。誕生日が占いによっては何か微妙に日にちが20日前後の方ってずれたりとかするじゃないですか。私は3月21日から4月19日この間の方を霊視投資いたします。その中に入っている方ドキドキワクワクしてください。お羊座行きましょう。まずつながって何を感じられるか見ていきますね。お羊座のまず第一印象はちょっと胸が苦しくなってきてるんですね。本当にね生年月日とか何も意識しなくてもお羊座と言って上で更新してるんですよ。そうするとびっくりしないでください。後で皆様のその運気がね少しでもこうやって前進できるようにヒーリングもしましょうか。もちろんさいい話をしていただいた星座の方はねやったーって思うかもしれないけど、そうじゃない方がね落ち込むための YouTube じゃないのでご理解ください。でもお羊座の方はちょっと地に足がついてない感じがしますね。今年、自分の行く先、自分が行こうとしてる先を本当に目標設定をしっかりしていった方がいいですよ。そうじゃないと何かその惰性でねもう今まで慣れてきたからこうやって動けばいいと思って毎日のようにこうやって過ごしてしまうと1年間もったいないです。普通に1年間このお羊座どうだろうと思ってるとここが詰まって何か笑いづらいんですね。笑いづらいし見える未来が霧がかってるように見えてるのはお羊座の方がそういうふうに思いやすいということです。善じゃないと思いますよ。もう一生懸命それも考えてしっかりやるって言った方はできるでしょうけど、全体的にやっぱりそういう流れが
起きやすいということを、やっぱり統計学って私素晴らしい力があると思うんですよ。でも私は一人一人の鑑定の時に、もう本当にさっき言ったようにこの人っていうふうに魂見てしまえば答えが分かるんですけど、改めて星座全体的な星座を見るとこんなに反応があるんだなと正直今びっくりしています。息が詰まりますね。そして見える未来が何か不安定というのか、はっきり定まってないんですね。なのでそういうふうにならないようにするためには、慌てるとかではなくって、改めてはっきり決めてなかった方は、しっかり今年どういう動きを、確実にこういう動きを取るんだという具体的に考えていった方がいいですよ。何かもう私のね、こうやって見える感じだ、ふわ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 、なんかあるがままに、結構あるがままにってダメじゃないんですけど、そうすると今年は力強さを感じられないので、具体性を持って一日一日考えて行動を取るといいですね。もう何を見ようとかっていうふうに意識してるわけじゃないんですね。その星座を言った時に急に健康面が見えるかもしれません。わかんないんです。降りてくるメッセージの中でそういうふうにいろんな分野の中で、特に上が多分伝えたい思いが一番強いことを私は言い出すと思うので、皆さんも YouTube をご覧になりながら、あ、これは大切な言葉だなと思ったらぜひメモを取ってください、ね、力にしてください。だから嫌な感じにもし聞こえるような言葉を私が聞いたとしても、フォローするような言葉とかもちゃんと下ろしてお伝えしますからね。怖いとか怖い YouTube じゃないので、そのように待っててください。でちょっとまだ見てみましょうか。今回はざっと聞いていきます。でいつかちゃんと一つ一つの星座について、あとは何型とかっていうのを見ていきましょうか。私本当に統計学じゃないんですが、もう全部上から更新して降りてくるものは全て私分かるので、今日分からないことがないんですよね。霊能者って結構ね、お祓いが得意な人とか、霊視が得意な人、感覚的なもの得意な人、夢から見ていくとか、カードを物を使ってだったら何か研ぎ澄まされますとか、なんかいろんな分野の方いらっしゃるんですよね。私おそらくオールマイティだと思います。お祓いもできますし、エクソシストでもあります、悪魔払いもできます。そして本当に空間のいろんな次元にも入ることができるし、異次元にも入ったりとか、いろんなことができるので、その私が今伝わるものをお伝えしているので、楽しみに、かなりいろんなことを降りてくると思うので力にしてください。お羊座もう一個ぐらいなんか聞いてみましょうか。ちょっと待ってね。何かやっぱり気持ちがちょっと、次のメッセージが何か明るいようなメッセージが伝えられたらいいなと思っていたんですが、次見せていただいた映像が、人がね、人が目の前とか、何かオフィスなのかな、人を客観視してる感じが見えるんですけどね。でその時にものすごい心が、みんなが楽しそうに喋ってたりとかしても、すごく客観視をして、客観視ダメじゃないですよ、冷静に物事を視野広く見ることができると思うんですけど、ものすごいクールになって心が冷めて物事を、冷静というよりはすごく孤独の中で孤立して物事を見えてる感じなんですよね。でもその時に見えてる時の感情がハッピーだったらいいんですよ。私が霊視した時にワクワクしながら、みんな今日はどうなんだろうとか、どんな感じで物事が動いてるんだとかっていう見方の映像が見えたらいいんですけど、私が見えた感覚ってものすごくね、寂しいというのか、中に入れないような孤立感みたいなものが見えるんですね。心が結局大切で、どういうふうに見えたとしても心の感情が伝わってきた時に、なんか笑えてたりとかワクワクしてたりとかしてないとダメなんですね。ということは、こういう感情になりやすいのを気をつけるというのか、これではダメだよということを言ってるんですよ。冷静に見てるのはいいですよ。でもその中でも客観視しながらでも、相手の中に、なんか飛び込むものとか入ることって
結構億劫だったり面倒だったりとか、相手に何言われるのかなとかいろいろ考えるじゃないですか。人使いってやっぱり大変だから。でもそればっかりしてると何かね、いいアイデアをもらえなかったりとか、いい人間関係を作りづらくなったりとかするので、皆さんはこのね、お羊座の方はそういう感情になってもいいですよ。初めはね、こうやって客観視するのはいいと思います。でもその後に、あ、こういう感情になったなと思ったら、皆さんとどうやったらコミュニケーション取れるかなとか、諦めないで、このクールだけで入れることではなくて、何か皆さんと協調性を持って、この中でも楽しみとか、この中の良さとか喜びとか、何か客観視して冷静に見てあげた上で、見た上で話題性があったりとか、皆さんの中にスッと入った時に、あ、今日何々さんこうですよねって言ったりとか、何か自分が感じることを表現したりとか、中にもう少し入って聞き手でもいいです。全部表現しようと思わなくてもいいので、そういうことを意識すると気持ちが前に進みやすくなります。そうするとそうすることによって地に足がついて自分の立ち位置が分かるようになるみたいです。何か想像以上にいろいろなメッセージが本当に入ってきますね。もうなんか今年は何かこういう視点でも皆様にいろんなメッセージを、じゃあ今日は何座ですとかね、突然そんなことも伝えたい人がいるんですとかね、そんな風にもやってもいいかなと思います。やっぱりなんかいろんなことが降りてくる、皆さんが分かりやすい言葉として押さえてきたらいいですね。あ、ちょっと待ってよ、総合特典見ておきましょうか。ちょっと戻りましょう。お羊座、本当に初めてのやり方なので、その場で、あ、こういう風に見ていけばいいんだなっていうのが降りてくるので、ちょっとこの間に総合特典、1年間2023年の総合得点見ていきましょう。100点満点中ね。それで最後順位も言っていきます。総合得点ね、恋愛運とかさ、仕事運とかいっぱい何か本当は皆さん聞きたいでしょ。いつかそんな話もしましょうね。すごい楽しいね。じゃあ行きましょう。お牛座、お牛座の方ドキドキしますね。4月20日から5月20日の方です。行きましょう、つながりますよ。お牛座の方はね、お牛座の方は違うね。生年月日がさ、1日とかでもこうやって違うだけでも星座が変わるじゃないですか。本当にね、見える感じがちょっと不安とかもあるみたいなんですけど、お牛座の方は一回ね、一点集中で自分はこれをやるんだとかポンと掴んだ瞬間に、何かまっすぐそれをポンと見る力がある星座なんですね。まあこれ今年を見てるから、全体的にお牛座こういう性格でっていう風な視点で見てないので、全体的なお牛座の方の性格を言ってるわけじゃないんですけど、今見える映像が一回こうやって今年どういう風に動こうかなっていう、何かその探してる感じはするんですけど、見つけた瞬間、自分がこうだと思った瞬間からすごく鋭いですね。この自分を信じれる力が結構あるんだなと思いますね。一個パンと見つけた瞬間に周りが見えなくなるぐらい、そこが集中的に何か光って見えるというのか、具体的に何かが見えるような感覚がするんですね。だからここへの注意点は、これはいい風に私には見えてるんですけど、結構ね、一点集中っていうのが結構強いので、周りがその時にね見えなくなってくるので、こういう風に言ってる時にも、自分がこうだと思い込んだ時に周りにもいろんな方がいらっしゃるんですよ。周りにも動いてるものがあるので、その時に配慮が薄くなるみたいです。気遣いとか、周りがね本当はこういうことを望んでるのに、今までだったらあんまりこうやって一点集中とか自分が研ぎ澄まして頑張ってるっていう風になってる時じゃない時には、逆に周りを見て、あの人こういう感じだなとか、ああ今ってこういう感じの流れなんだな、結構なんか感覚的に鋭いですね。普段は周りをね見れて冷静にクールに、お牛座さんも結構クールですね。周りを見れてますよ。で見れてるんだけど、一点集中に研ぎ澄ました時にかなり鋭いので、周りを見落とさないように、その時に一回パンと決まった瞬間に一呼吸を置くといいですね。本当に自分だけの気持ちにならないように、視野が狭くなりすぎないように。でもすごくいいところです。このもう
捉えるっていう力とか、こうだと思った思い込みというのか、思いがすごい強いので、そこはいいとして、自分の良さなんだなっていうのを分かっていながら、周りがそういう風になると見えなくなるということを忘れないでください。もう一個見てみましょうか。今のは面白いね。もう一個のメッセージ、もう一つは、一点集中する思いが強いあまり、今年ね、その感情が結構ずっと頭の中とか心の中を、占領してしまうんですよ。そうすると一個考えてることが、気分転換とか他のことに意識を向けることがちょっと難しくなりやすいみたいなんですね。なのでリフレッシュする時間をちゃんと作った方がいいですね。普段の様子が見えたんですけど、ずっとそのことについて下を向いて考えてるというのか、そのことばっかり、それもちょっと楽しそうじゃないんですよね。それがいけないと思います。それを思ってる時にワクワクしながら考えることは全然いいんですけど、思い込みすぎてるというのか、考えすぎて何か寝ても覚めてもそのことばかりでワクワクしてないんですよね。寝ても覚めても考えて一点集中になってるところよりも、空いてる時間とか、もう今日は休むって言った時に気分転換のことをすると、またじゃあ今から今日この時間からはやりますとか、明日からこれまたやりますって言った時に、なんかそのオンオフがしっかりすると運気が上がりますね。うん、鋭い。この牡牛座さん、今年は鋭いですよ。でも今言ったこと、私が本当にね、私情報とか本当に何もなく、天から降りてきた言葉をもろにそのまんまダイレクトにお伝えしてるので、もうこの YouTube を自分の精査だけでいいから何度も何度も見返して、大切なことはメモ取って、それを手帳なり携帯の中に入れて、いつもそれを見返すといいですよ。本当に注意点がもうリアルに入ってくるので、参考にしてください。次、あの大辻さんの、総合得点あとで発表しましょう。次、双子座いきましょうか。双子座、5月21日から6月21日です。いきましょう。うわ、自分の番結構こんなに言ってもらえるとドキドキしますでしょ。私も楽しい。なんか星座で見るって楽しいですね。双子座の方は頭がいいんですね。多分ね、この頭がいいっていうのか、頭が切れるっていうのか、一点だけではなく、その他もどうなんだろうっていう思考が結構強いんですね。で、こうやって見てると、一個見てても安全牌な策とか、これだけを見てそこにバッていくのを、危険だなっていう思考を常に持ってるというのか、一個だけで物事考えたら浅はかだなっていう思考を持ってるみたいです。そうなんだね。だから一番初めに伝わってきたメッセージが、こっちもこっちもさらにはこっちもっていう風に、いろんな案を出すことがすごい得意な人なんだと思うんですよね。あと、いろいろな情報を取捨選択するというのか、一個見たら、あ、もうこれやろうとかじゃなくて、待てよ、他の情報もちょっと見てみようみたいな感覚を持ってらっしゃるね。だからパッて見て、この情報、まあ結構いい情報かな、あ、でもこっちも結構いい情報だけど質が違うんだなとか、待て待て、こっちにもいい案件があるなとか、こっちはあまり良くないなとか、一回で結構この頭をいろいろな視点に持っていく力が強い方みたいですね。ある意味だから器用に私には見えます。さっきの牡牛さんは本当にね、パンとこの一点集中がもうなんかすごい、ここが得意分野ですよね。だからもう何か牡牛さんはさ、あの双子座さんのこと言ってるのに牡牛座のことを言いたくなっちゃったりとかするんだけど、あのチョイスしててください。なんか専門分野の一個に集中できるお仕事とかいいかもしれないですね。あの職人さんとか、もうそこに長けてる感じでも、あんまり融通が効かないとか、応用力がちょっと乏しい感じが牡牛座ね。あのごめんね、あの言いたくなったら急に違う星座も言っちゃうかもしれない。で、双子座は本当にそれが器用なんですね。いろんなことを一回のこの感覚でパッと考える力がね。ただ
得意なんだけど逆にまとまらないと、うん、気持ちを一個にまとめることができないからどうしようかなってちょっと悩む時期があるかもしれないですね。決めかねてしまう、いろいろ考える力が逆にあるから、これいいことですよ。聞いて私言うこと全部ダメとかじゃないですからね、もう特徴が全部入ってきながら2023年の運気を伝えたいと思っている時にこれが出てくるってことは、ここにも気をつけなさいっていうこととそういう感覚を大切にするということです、うん、悪いメッセージとしては聞こえてきてないですよね。いろんな思考がこうやって見えてくるっていうのがどういうことなのか、すごい悪いメッセージなのかいいっていうふうに言ってるのか、今ね特徴はわかるんですけど、いいか悪いかというのがはっきりわからないんですよね。ちょっと上に聞いてみますね。この感覚で何が言いたいのか。そっか、結局ね考えすぎちゃって今年いろんな案が出てきたりとかいろんな情報が入ることによって決めかねやすいらしいんですよね。決めづらくなっちゃう。どうすればいいか見ましょうか。改善策、これいい点なんだけど、いい性格っていうかいい頭の思考を持ってるんですけど、これだと結局モヤモヤしちゃう2023年になる感じがしますね。今年は考える、考えまくる年なのかってね。そうじゃないって言ってるね。考えすぎる年ではないって言ってるから、この先見てみましょう。どうすればいいのか。わかりました。鋭いあまりいろんな情報とかをもとに分析する力とか考える力が強い双子座さんは、逆におじけづいてとか、どれに利があるとかいい話なのかっていうのが決めかねちゃう、分からなくなってしまうんですね。そうした時に3つでも2つでも何かこうやってじっとこうやって見た時にずっといろいろ見てると分かんなくなっちゃうんだけど、見ててでもそうは言ってもこの中でもこれがちょっと気になるかなって思った時に結構深く考えちゃったりとかいろんな頭をこうやって研ぎ澄ましちゃうんだけど、それやめた方がいいです。一回今年考え込む年だったらそれでいいんですけど、考え込む年ではないって言ってるので、ちゃんとその考えて見た時にちょっとすっきりした上でさらにもう一回見た時に、なんかやっぱりこれ気になるなって A というものが気になるなって言ったら、深く考えすぎず分析しすぎず情報いっぱい集めないとできないとか怖いとかじゃなくて、一回どっぷり入りすぎず軽くでも扉を開いた方がいいです。扉を開くっていうのはちょっと行動を起こした方がいいです。ちょっと行動を起こした後見てみましょうか。ああ、わかった行動を起こしたらもうリアルに分かりました。あ、これ違うなっていうのを分かってる映像だったので、ちょっと待ってね、次の開けてみましょうか。面白いでしょ、霊視って行動させるとそれ結果が見えてくるので、待ってね。あ、これも違うと思いましたね今ね。3つ目、ああ、そっか、こうやっていっぱい選択肢ある中、今ね A も違ってました、 B ねでも違うかなって思ったので、 C 開けた時にすごいピンときてるわけじゃないけど、でもこれ行った方がいいなっていうのが心にねグッときたんですよ。こういう風になったら力強くもうね行動を起こしてた方がいいです。双子座さんは結構大変な思考ですね。鋭い思考だけど、ここでこの性格とか思考にどっぷりハマっちゃうと動きづらくなっちゃう年みたいなので、今みたいに気になるところから開けてった方がいいですよ。で、どっぷり入りすぎず触りだけでもやってみると答えが見えるみたいなので、鋭い感覚も持ってらっしゃるからちょっと触ればちょっと分かりますよ。で、入った時にちょっと気になるなと思ったらまたやり続ければいいし、でも何か一回ちょっと、こっちに置いとこうかな、やっぱ今度これが気になってきたなと思ったらぜひ動いてみてください。そうするとこれだったのか、このためにここをねちょっと行動したのかっていうのがめちゃめちゃ腑に落ちますから、
動いてみてください。それもう一個でもちょっと伝えましょうか。相反することを言ってきましたね。さっこれ見てよかったです。さっきはなんかちょっと扉開けて行動してくださいって言ったじゃないですか。二つ目ね、双子座さんは今年は本当にちょっと難しく考えちゃうとドツボにはまりそうなんだけど、二つ目の映像が目の前行こうと思ったら穴が開いてる映像なんですね。でもいきなり落っこってないです。穴が開いてるなって見えてるんですよ。穴が開いてるな、穴が開いてるなと見えた時どうすればいいか。どうやって伝えようかな。見えた映像が穴が開いてるところをね、普通だったらさっきの言い方ですと、あ違うと思ったらもう違う扉を開けるというメッセージだったような気がしたじゃないですか。2個目の時にはこうやってね、扉を開けたら穴が開いてるように見えるから、一見あ違うんだと思って次の扉を開けたくなるんですけど、メッセージはそうじゃないんですよね。客観視して穴が開いてるのに気づく、穴ということはそれは失敗だったりとか違うというメッセージなんですよ。穴が開いてるってことはね、あの落とし穴みたいな感じだから行っちゃいけないかなって思いきや、そうじゃなくって穴が開いてるのを逆に、おっとこれは全く違うものを開けちゃったな、でもなぜ自分はこれが気になったんだろうというメッセージが隠れてるみたいで、扉開けた時に全然違うと思ったら違う扉開けてみていいんですけど、おっと全然違うなと思って思ったのにもかかわらず気になってしょうがない時にはやり方を変えるんです。方向性は合ってるんだけど、こっちを行っていいんだけど、ちょっと今までと違う策を考えるとか、方向性は合ってるけど、使う人材を変えるとか、やり方を変えるとか、立て方を変えるとか、なんかね形が変わるとか、でも大元のやり方とか向いてる方向は合ってますっていうことを言ってるんですよ。でこれって避けるべきことですかって言ったら違うって、逆に成功したりうまくいくポイントの考え方はここだって言ってるんですよね。理解できますか？私が言いたいことって今ね、神様がとてもなんか複雑に見せてるような感じがするんですが、でもここにピンとくる方、双子座の方はもう私の言葉から読み解いてってください。ご自身の全体に言ってるので、もう一人一人に言うんだったら、あなたのその仕事に関してだったらこういうことが言えますねって言うんだけど、全員に対して、あの双子座さん全員に対して言ってるので抽象的な言い方になってしまうんですけど、でも多分ね、双子座さんだったら分かると思うんですよ。言ってることが自分の仕事とかプライベートとか何でもいいですよ、照らし合わせて、あ多分そういうこと言ってるんだな、タスさんなとか、あ天はそういうこと言ってるんだなとピンときてくださいね。あの違う、一瞬違うのかなと思った瞬間、その開けた瞬間でも、でもすごいなんで気になっちゃうんだろうって言ってる時には行くべき場所ですからね。そしたらその今までのやり方とかが違うっていうことです。形が変わった時にキラッとしたものが作れますよ。はい、それがメッセージです。あの総合的か結構、後で言いましょう。今のことをでも私のことをちゃんと意識していけば運気は変わりますよ。大丈夫大丈夫、後で言いますから。次行きましょうか。蟹座さんです。蟹座行きましょう。6月22日から7月22日、7月22日生まれの方ね。はい。7月13日生まれです。私もここに当たります。私ね、自分のことを本当に鑑定したりとか、私今年の運勢とかって何も見たことがないので、ちょっと楽しいね。何を言うんだろう、私。自分の星座について。OK、じゃあ行きましょう。ちょっと見えた感じにどんどん言っていきますね。何かね、他の星座とまた違う感覚なんですよね。まあもちろんね、みんな違うよね。
全集中なわけでもなく、双子座のようになんかポン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 出てる感じでもなく、全体像はなんかファーって見れてるんですよ。全体像が見れてるんだけど、全てが、霧がかってるというのか、白いところに自分がふわっとしている感覚になるんですよね。でもその上から、これ他の星座では見れなかった感覚なんですけど、あったかい木に覆われているような、自分がいる場所から何かその見えてる視野みたいなものは広くふわっと見てるんですけど、そこから何かその、霧なのか光なのかに、自分のもう結構上ですよ、わーってその広い視野の中で包まれてるような感じになるんですよね。違和感はないです、この感じてる感覚は。でもこの映像だけが見えてるので、ちょっと先を見てみましょうか。これだと何を言ってるかが私にもよくわかんないですね。どんなメッセージ性なのか。今度はね、そこに立ってる人が見えますね。でもね、蟹座さんは、まあ自分だからっていうことじゃないですよ。本当に降りてくるまま言うと、その今までの人たちは立ってるところから先がこうやって見えてたんですよ。とかこの前っていうものに対してスッと見てたりとか、スッと見えたり、ここっていうふうに見えてたんだけど、蟹座の立ち位置って自分がこうやっていたら360度の真ん中に立ってる映像が見えるんですね。ここの立ち位置って蟹座さんは偏った物事の考え方じゃないんだろうなっていう感じがします。私星座とか本当に知らないんだけど、自分こうやって分析したこともないし、蟹座ってどうなんだろうって思ったことないんですけど、立ち位置が本当にね、今言った星座の中では全然違う感覚ですね。真ん中にいて360度、今どういう動きをみんながしてるんだろうというのをこうやって見れる、多分星座の方なんですね。ただ気になるのは、ここに今誰一人と自分以外人が見えてないということなんですよね。だから立ち位置とか人の見方って言ってるメッセージ性じゃないような感じがします。ちょっとこの先も見ていきましょう。でね、なんかいろいろ見えてきたね。ものすごい周りの動きとか言動とかすごく敏感に分かる星座なんですね。急にさっきは自分の立ち位置から誰一人と見えなかったんですけど、急にこの先何か映像を見せてくださいって言った瞬間に、自分の立ち位置があった時にいろんな人がこうやってわーって後ろの方からも声が聞こえてきますし、今もね、こっちの方もこっちの方も、誰が誰と一緒にいるのか、あの人は一人だなとか、この人二人だなとか、こっちは3人組なのかとか、後ろの方では2人の声が聞こえるな、おそらく2人で物事を喋って、ここは一緒にタッグを組んでる人なんだなとか、こっちはこうだなって、すごいですね。とにかく常に研ぎ澄ましてるというのか、気を張ってるというのか、気を張ってるとかじゃなくて、ここが得意分野なんでしょうね。協調性というのか、協調性という言い方かな、周りがすっごく見れてます。みんなの立ち位置とか、みんなが今どういう状況なのか、その場の察知能力っていうのが高いというのか、すごい、あの人気になるっていうふうに見てないですね。そうじゃなくて把握してる、この人こういう感じ、今こういう感じ、こういう感じ、こういう感じで、今ここに存在してるという、自分が今ここにいて周りがどういう感じなのかっていうのをものすごく瞬時になんか見分けられるというのか、頭の中ですごい分析じゃないんですけど、瞬時にそれが多分ね、いつもそういう感覚なんでしょうね。なので結構これ苦手な人からしてみたら、蟹座ってそんなにいっぱい考えてんのっていうふうに思うかもしれないけど、
なんかこれを言う、こういう思考を持ってるから瞬時に、はい、あの人こういう感じ、はい、こういう今立ち位置です、立場ですみたいなことがすごい高い人みたいです。で、この先ちょっと見ていきましょうか。だから何って感じです。これは多分ね、特性が見えたと思うんだけど、今年のね、2023年のプラスの話をしたいので、何か伝わることね。だから何ってことですよね。で、この後蟹座はどうやって動くのか。まあ、とにかく頭が疲れないように考えすぎない方がいいですよ。入ってくる情報を全部使うっていう風になってないので、その場の、把握することはいいと思います。でも、だからって言って知ってるところで活かせてないものも、もちろん必要じゃない情報も感じてるみたいなので、あんま関係ないですね。そこに振り回されないで、そう、振り回されないでっていうことですね。いろんなものが今年見えたとしても感じたとしても、自分は自分と、うん、そうそうそう、これを言うとすごい納得できますね。蟹座さんはものすごく周りが見れてる方なので、で、自分の領域っていうのがものすごくあるんですね。作り上げられてる領域があるんですよ。それも狭い領域じゃないです。かなり広い領域として、全員を、人を自分の領域には誰も入れませんっていうタイプじゃないみたいで、いろんな人を自分の領域に入れられてるんですけど、だからこそどんな思考を持ってるのかというのが、ちょっと気になっちゃうところもあるけど、でもね、そんなに気にしてる感じもしないんだけど、とにかく分かっちゃうという蟹座さん。そして大切なことは、気になったりとか分かった時にどうでもいいさまではいかないんだけど、基本的にはい、そうなんですねぐらいにしちゃった方がいいです。はい、あなたはそんな感じ、あなたもその感じ、でも私もこの感じ、こういうのができると周りに振り回されないで自分の立ち位置が確保されて、でね、これで安心するか。でもこれだけでは安心しないみたいですね。半分はとにかく周りを把握した上で自分の立ち位置だからこれでいいんだなって振り回されないようにするっていうことがいいんだけど、何かまだしっくりいってないものがあるので、ここから多分ね、伝えておいた方がいいメッセージですね。どうしたら前進できるのか。何かさっきの情報だけだと、何かまだ蟹座さんはね、しっくりいってないんですよね。ただ単に振り回されないでっていうのがね、メッセージではないみたい。それを言われたところで蟹座さんは、え、それは分かってますよっていう風になんか言われる感じがしますね。蟹座さんは結構、周りを見れて協調性が高いけど、かなり冷静ですね。クールな感じがした。これ私の自分の性格とか言ってるわけじゃないですからね。なんか本当に伝わってくるものがそんな感じでね。今年行動を取った方がいいかって言ったら、もちろんって上は言ってます。もちろんって言ってるから絶対行動は取るんですけど、何がメッセージなのか、なんか深いですね。見えてきてる映像が、まず周りに振り回されないっていうことと、自分の感覚を信じて振り回されないように、私は私っていう風になってていいんですけど、その後大切なことは、じゃあ自分が今思ってることをやろうとか考えてることに対して意識をするんですね。一つの事柄で何かやりたいとか、なんか発想したことがあるとしますね。思ってることが、そこに対して焦ってやんない方がいいです。焦って、あ、だったら私はみんなと違ってて私こういう行動を取りますとかっていうよりは、そうするとすごい変な感じがする。それはダメですよ。今目がこうやってつぶるってことは、そうすると意味のない無意味な行動になんかなりやすい。自分がこれをやりたいとか何か気になる一つが出てきたとしたら、浅はかにポンと、じゃあ私これやればいいんですねっていうふうに考えて行動を取ると、無駄な時間ってないんですけど、なんか全然的外れな動きになってしまうんですね。で、結局は本人がなんかやんなくてよかったじゃんってっていう風になりそうです。だからそうじゃなくって、今年蟹座が周りに振り回されないということを大切にしながら、自分の感覚のもの、これが気になると思ったら、そこに対してこれってどういうものって、自分はどういう気持ちになってんの、なんでやりたいのっていうのを
意識して自分の感覚とその事柄に対して意識した時に何か光が差すようなあいいんだという感覚になったら自分の中でかなりすっきりしてくるのでそうすると行動を取ると自分の中でしっくりした行動になっていくと思います。でもちょっと待ってね、何か歯切れが悪い私が言い方をしているのでちょっと待ってくださいね。何か違うメッセージがあるかも。言い方が違うって言われた上に今の言い方は違うって、そういうことか、分かった上は難しいこと言いますね。喋ってても私がノリに乗って喋ってる時と何か降りては来てるけど喋ってて腑に落ちてない感覚ってあるんですよ。さっきね最後の辺そうだったんだけど、で神様に合ってますかって聞いたらね、あの言い方は違うって言われて聞き返したら、もう一回言いますね、自分がこうだと思ったことに対していいかっていう何か、光ってるものが見えるかとか、この内容は本当にどうなんだろう、自分の感情はどうなんだろうって見た後にちゃんとその今考えてることってここのレベルのことを考えてるとしますでしょ、こういう内容っていいのかなって、これで行動しちゃダメなんですって、合ってるんだけど事柄は合ってるんだけどさらにここにステップアップするような内容をプラスした上で行動を取る、発想をこういうふうにやろうと思ってたけどこれをよりよく質を高めるためにはこの行動必要だよねっていうことの行動を取ると合ってます。そうすごいそうだって言われる、逆にそれがないとダメです。ただ単にちょっと感じたから周りを気にしないで感じたからそれやりますとかって言ってもいい結果が出ないみたいです。そこにさらに自分のさらに自分が初めに思った質以上のことを考えてアイデアを出したりとか意識をするとプラスのことを発想できるようになるのでその時に考えるといいですね、もう一個だけ見てみましょうか。みんないろんな思考があるんですね。もう一個何かメッセージを。カニさん、結構一つ一つの星座に対してなんかいろいろやっぱり言いたくなっちゃったので今日これこの流れで12星座言ったらすごい長くなってしまうので今日6個の星座にしましょう。急遽変更します。今ね蟹座もう一個聞くんですが次獅子座乙女座それで今日は終了して、うわーって私の言ってくれないんだと思った方ごめんなさい。ただこれをね見て自分のお子さんがこの星座だなとかって思ったら伝えてあげるといいんですよ。ああ田さんの見た方がいいよとかね、大好きな彼女がこの星座だなと思ったら聞いてあげてってね、プラスにするともいいですよね。なんか人柄もわかるかもしれない。自分が出てこない星座ももしよかったら参考にしてください。周りのさ部下だったりお友達とか恋人がパートナーがこの星座だったらあこういう感じの1年なんだなっていうのを把握してあげるといいよね。じゃあ待ってね、蟹座さんもう一つ聞いてみましょうか。さっきとは違ってこっちに急にね楽しいものがなんかキラ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 してるものが見えたんですよ。どういうことなのか、2023年、結構真面目にねいろんなことを考える蟹座さんなので本当にね楽しいことを心から笑って楽しむっていうことをした方がいいですよ。もうね気分が全然違う。このキラキラして楽しいっていうのを本当に子供心を思い出しながら天真爛漫にこれを楽しむっていうことがすごく自分の今後にプラスになると思います。2023年、息が詰まって必死になんかもう一生懸命いきます、今みたいにどんどんアイデア出していきますっていうのもすごい大切だけど遊び心を忘れたら息が詰まる年になりますからね。それはもうとにかく楽しむことも遊ぶことも自分の使命のうちに組み込まれてるんだと思うぐらい今年2023年はなんかスキップもしてるから軽快に
しなきゃいけないって言われてるから遊ぶとかなんかそういうこともしなきゃいけないんだなではなくって、自分がもう楽しんでいいんだと思ってスキップしながら気持ちね、遊んでいいんだなと思いますね。なんでこっちばっかりでも気になるのかな、意味があまり意味はないかな。なんかパッと、もう単純に考えた方がいいっていうことかな。遊ばなきゃいけないからって言って視野広くとって、そういうことだね、視野広くとって遊びを考えましょうじゃなくって、なんかこういうことしないって言われたりとかしたら行く行くみたいな、あ、いいねいいねって、なんかテレビ見て、あ、なんかそこ行きたいかなとか、あ、これ美味しそうって、あのお店行こうかとか、結構そっか、そういうことだ、単純に単純明快、遊べって言われたからなんかいろいろ本も買ってきました、ネットでも遊ぶ先を考えますとか、もうダメ、結構そういうふうにやりがちだから、そうじゃなくって声をかけられた時に遊びたいと思ったら遊べばいいですよ。自分が何か見た時に楽しそうとか美味しそうと思ったらすっと、遊ぶことに関してあんまり深く考えないです。レベルアップさせて遊び方を考えますとか、そんなことはしなくていいですよ。それは蟹座さん、今年そういうことをするとすごく逆にそれがパワーになると思いますね。蟹座さんの総合得点見てみましょうか。そうなんだ。なんか自分のことを占ってるような不思議な感じ。いう風に見えるんですね。面白い。よく方位取りする方とか、本当占い師さんとかね、いろんな方私のところ来るんですよ。いらっしゃるんですよ。で、私統計学とか学んでないの皆さん知ってらっしゃってね、私に質問とかするんですよ。あと試す方もいらっしゃいますね。方位取りって言って吉方方位があるんですよね。何月にはどっちに行った方がいいとか、どこがいいとか、何時にいた方がいいとかって、私勉強したことがないんですけど、あるその方位取りをしてる方ね、運気の上がる場所とかあるんですよ。で、初めそういうことをしてるっていうふうに私に言わなくって、タッサンって、今年のね何月にはどっちの方角に行った方がいいですかとかね、何にも言わないでそう言って言われた時に、ああ、北の方向ですねって、方位ですねって、で、例えばここのこういうところに行くといいですよ、何時何分の間に行くといいですねって言ったら、すごくびっくりされていて、タッサンはなんでわかるんですかって言われたので、いや降りてくるのでって言ったら、本当にびっくりされていらっしゃいました。どうしてかというと、その方はその方位取りを教える師匠がいらっしゃるんですよ。でもすごい何年にもわたってその方位取りを学んでる方なのね。その方が分かってはいるけど、私にスピリチュアルカウンセリングは定期的に受けてる方なんですけど、そうだ、方位取りをタッサン勉強しないけど練習した時にどう言うんだろうって思って聞いたら、そのもう統計学でその先生に言われた通りの同じことを言ったらしいんですね。その方角もで、何時何分とか私知らないんだけど、この何時何分、そしてその先生が分からなかった内容に関して私が言い当てたことは、こっちの方角っていうと、じゃあパワースポットとかでもね、ここの神社とかこの仏閣とか、なんかあとなんかこっちの方角だけで言われちゃうので、どことかまでは分かんないみたいなんですね。でも私からしてみたら、相性とかこっちの方角だけど、方位だけど、ここの県のここがいいですよって分かるんですよね。そこまで言った時に本当にびっくりされていらっしゃって、なんで分かるんですかって言われても、だから霊能者なんですって言ったら、さすがですって言われた時に、あ、私はその方位も分かるんだなって言った時に、なんか改めてなんか、霊視ってすごいなと思ってるんですけど、だから私はね、あえて勉強しないんですよ。だから今みたいに何座という情報を上から下ろしてぶわーって喋りたくなるの、情報がもう本当にもう喋らされてる感じにこうやってなっていくので、はい、余談ですじゃあ次行きましょうか。獅子座さん行きましょう。結構面白いね、こういうのね。すごいいつもと違う感じに見てるので、本当に今年こういう感じでちょっと皆さんのいろいろ言っていきましょうね。いろいろもう今年はできるだけ、毎日は難しいかできるか分かんないけど、とにかくできる限り YouTube アップしていきますから。獅子座さんは7月23日から8月22日
7月23日から8月22日ね、行くよ。はあ、自分の番だって清水田さん思ってますでしょ。行くよ。ちょっと気をつけなきゃいけない星座さんですね。気をつけないとダメだね。まず唱えられない。気持ちが点でバラバラになる。気持ちがまとまらない。心が定まりづらい。ネガティブに考えやすくなっちゃう。ドツボにはまりやすい年にならないように絶対気をつけよう。もう獅子座さんって言った瞬間からこうやって目が、私の体質を、私のこれからね YouTube をご覧になって私がいろいろ表現していくので、私の体質を理解していただけるとこうやって見ていくと分かりやすくなると思うんですけど、とにかくね、良くない情報を意識した瞬間に目がこうやって開かなくなったりとか、ここが苦しくなったり、今頭も痛くなってますね。結構今日お羊座から4つ見て、お牛座、双子座、蟹座、こんなに苦しくなってはいないです。頭も痛いし、ぼーっとしちゃう。集中力にちょっと欠けちゃうかもしれないな。獅子座さんは、なんか注意力散漫になって意識が、考えづらいみたい。考えづらいみたいだから、なんかいつも一生懸命考えようと思ってもぼーっとしちゃったりとか、注意力、集中力に欠けちゃう年みたいなんですね、全体的に。なので本当にさ、私の YouTube の睡眠誘導とか、私がさ運気上げる動画とか探して、有料級とかなんかそういうの書いてありますから、その波動修正をいつもして前向きに考えることを常に意識してください。この運気に引っ張られないようにした方がいいですね。何も霊視まだ確実にこうやって見てなかったけど、ちょっと意識が定まらないから、まずそれがもうメッセージでしょうね。じゃあ深く見ていきましょうか。でも獅子座さん、ごめんね、驚かせたりとかさ、へーってならないようにしようね。運勢なの。運勢で自分の波動を上げたりとかポジティブにしたら回避できたりとか、上がることができますから。逆に本当に今日ね、言ってよかったね。だってもう普通にしてたら、なんで集中したくないんだ、集中できないんだろうとか、なんでこんなにやる気ないんだろうとか、ネガティブに考えちゃうんだろうってなりやすいから、それを回避しましょうね。だってね、プラスとして私はこの、話題も考えているので、ネガティブにならないようにしましょう。獅子座さん、でもキラッとするものが見えますね。獅子座さんは波動修正しっかりしていけば抜け出せる。結構長い期間悩んでいたこととかも、だからネガティブなまんまそれでいいと、何か気持ちも切り替えたりとか、もうこういう風になるのはしょうがないとかって諦めないで、私のパワーチャージイベントとかぜひいらっしゃってください。本当にそのままの運気だと自分の感情とか周りっていうよりも周りも気になっちゃうし、自分の思考に負けちゃう。でもこれを乗り越えたら今まで暗く見えてたものがパッと開けます。あ、逆にすごい苦しく感じたけど、獅子座さんやっと開ける時が来たかもしれない。ちょっと待ってね、なんか急に力強くなったなんか言い方が急に変わりましたでしょ。なんか今まで苦しい時代が長かった方、ずっと悩んでることが、霧が晴れないで、ずっと同じことに対してどっぷりと、なんかうつうつしちゃうことがあった方、結構多分多かったかな。
そういう風になってた方は今年前進できるきっかけができますから、そのためには今までと同じ思考で来ちゃうと同じ結果しかできない。切り替わる年ですよ、うん、ある意味いいね。獅子座さんはビビったりとかしないで、今年はやっと抜け出せる時が来たので、この時を無駄にしないように前向きにいきましょう。うん、そういうことなんだね。メッセージを下ろしましょう。具体的にね、獅子座さんが見えてる映像って、道があったら全体的に覆われて石がさ、岩がパンと置いてたりとかしたら躊躇しちゃうかもしれないけど、見えてる映像はこの道の本当に端っこに誰か立ってるんですよ。それなのに獅子座さんは躊躇しちゃってんの。あ、自分が行こうとしてるところにもう先に誰かがいるとか、あ、邪魔してる人がいるとか勝手に思ってるだけなの。この人全然邪魔しようと思ってないみたいですよ。ご自身が考えてるとか、これから2023年に起こる事柄で邪魔されてるとか、何か生きづらいとしてるものが出てきたなとか思っても勘違いです勘違いなの本当。それは思い込み。この人邪魔しようなんて思ってないし、全然邪魔じゃないのに、ちょっとその自分の思考の視野にポンと映っただけで、あ、いけないかもって思っちゃう。なんかすぐ諦めたりとか、ダメかもって思っちゃうみたいなんですね。それをやめよう。そうじゃなくって、よく見てみて、行ける幅全然もっと広いから。 5,6 人も本当は通れる場所なのに、一人だけ立ってただけで躊躇しちゃう思考がなんかちょっと根付いちゃってるの。やめた方がいい。あの、行けるか行けないかって考えた時に、本当にこの今邪魔してると思ってることは邪魔ですか？一呼吸を置いて、このものに関して感じたら、考えたら、あ、本当は邪魔じゃないかもって思うみたい。そしたらまっすぐ行こう。ちょっと避けてもいいし、行けるから行けますよあの、難しく考えすぎてるところがありますよ。なので2023年は、あー、なんか前をはだかってるものがあるなって思ってるのは、思考をこの一点をちゃんと見て視野を広くすると、え、全体的にあの邪魔されてたわけじゃなかったんだって気づきますから、そんな年です。あの、もう回避できたり前進できて乗り越えられる年になりますから。そうですって。なんだ、獅子座さん、初め私伝わってきた感じがすごい辛かったから、あ、大変な星座だなと思ったけど、そんなことないね。でも今の思考が分かんないと良くないですよ。一番初めにやっぱ第一印象であそこまで苦しくなるって、うん、あの、でも回避することが分かれば前進できる年っていうことです。だから結構両極端な方向に行っちゃう人たちが出てくるかも。前向きに捉えて臨機応変にとか視野を広く取る人は、獅子座さんは前に進めます。そうじゃなくてネガティブでダメかもって思った瞬間にダメになります。だから同じ獅子座さんでもすごく運気のいい方と、そうじゃない人が真っ二つに分かれるかもしれない。他の星座では言わなかったことですね。面白い。なんかちょっと違うタイプの、あの事柄が見えました。もう一個ちょっと見ましょうか。見えてきた映像がだいたい基本的に一人の話をするじゃないですか。あの、こういうふうに考えて、こういうふうに客観視してとか。獅子座さんの場合はちょっとパワーが落ちちゃう年回りでもあるから、一人で乗り越えようとか思わない方がいいです、逆に、うん、あの、見えた映像がみんなと手をつないでたの。もし邪魔するものがあったとしても、手をつないでそこを渡ってください。渡れますから。もうビビってさ、おじけついて恐怖心の中で行かなきゃいけないって、気合い入れなきゃいけないとかね、思っていったら足がガク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 して震えて今年歩くようになっちゃいますよ。そうじゃなくって、自分は一人じゃないとそう思ってください。ちゃんと、だからいい人じゃないと仲間いないからね。
普段の行いを良くして仲間ちゃんと手を離さないようにしてください。なんかそのね、お隣さんもお隣さんも手をつないでるんだけど、この人も手をつないでます、この人も手をつないでます。だからチームプレーみたいなことをすごく意識するといいですね。ただ単に自分の隣さん、お隣さんだけを大切にするとかじゃなくて、そのお隣さんを大切にしながらことを成し得るってことを意識すると乗り越えられますよ。本当に会社であればチームプレーとか、一人で、バーって行くというよりは、一人でやるお仕事だったりとかしたとしても、誰か助けていただける方はいないかっていう思考をちゃんと持った方がいいだろうし、もともとチームプレーだったりとかした方には本当にそれを大切にするといいです。今までの思考は結構一人でやってきたなとか、一人で考え込んじゃったなっていう方は誰かに相談するとか、なんか一人で考え込まない方がいいですよ。なんか抜け道がありますから。抜け道がないと思い込んでるのは自分の思考がそれを作ってるだけです。よかったですね、ちょっともう一個見てみましょうか。だから今人生の歩き方、2023年の歩き方をすごく言ってくれてましたね。みんなやっぱり違うんだね。もう一回見てみましょう。慎重になりすぎなくてもいいんですけど、私の目線を今見た方は分かるかな。道が、自分の足元がすごい気になっちゃうんですよね。待ってね。行けると思った時に、なんか足元とかちょっと先のことが見えなくなって、その先を見たくなるらしいんだけど、足元ももちろん見るんですけど、足元のちょっと先もちゃんと見た方がいいです、足元というよりは何か、じゃあこれでいいんだと思った時に、なんかこの手前のこととか、なんか大切なことを忘れてすっ飛んだところに行きたくなっちゃうんですね。あ、いいんだいいんだって言ってね、あ、みんながいれば大丈夫大丈夫って、なんか楽観的にというよりは浅はかにって言いたくなっちゃうかな。遠く見すぎちゃって、あ、じゃあいけるって、急に一人じゃなくて周りがいるから大丈夫って言った時に、周りを頼りすぎちゃったりとか、あ、一人じゃないからって気楽になりすぎて、見なきゃいけないこととかやんなきゃいけないことがおざなりになっちゃったりとかするみたいなので、しっかり足元を固めながらちょっと先もしっかり見てください。そうしたらいけますから。そうしたら皆さんの力もお借りしながら自分のパフォーマンスも下げないでやる。周りがいるって思った瞬間に、なんか自分のパフォーマンスが下がっちゃう感じもするから、そこは怠らないように、今まで通りです。自分が一人のパフォーマンスも下げないで、そこも一生懸命やりながら、皆さん助けてください、力を貸してください、そういうふうに考えた方がいいですね。参考にしてください。すごい素晴らしいメッセージがいっぱいあったね。とか、あとで点数も言うんだけど、これは飛躍できるとしても、としてもありますけど、ちゃんと考えないとダメですよ。今日言ったことを絶対的に意識してください。じゃあ次行きましょう。乙女さん。今日の星座は乙女座を最後にしましょう。ね。でも意外にこういうやり方をしたの初めてなんですけど、本当にいろんなメッセージが、いろんな情報が降りてくるなと思ったんですけど、本当にこうやってできますね。そうすると全体的に皆様に発信することがしやすくなるので、こうやってやっていこう。じゃあ乙女座さんは8月23日から9月22日です。その生まれの方いきましょう。いくよ。自分のネガティブな嫌な感情の憎むとか嫉妬心とか面白くない感情が2023年出やすいですね。でね、そっかそっか。乙女座さんはすごい頑張り屋さん。頑張ってるあまり
周りの方の頑張りも気になっちゃうのね、今年特に。でその頑張りで評価されてる人がさいたら、嫉妬心みたいな焦りみたいなものが出てきてしまうみたいなんですよ。気にしないでください。気にしない、気にしない、本当にそれ気にすると苦しくなる。で何かやきもちっていうか、やっぱ嫉妬心かな、嫉妬心が湧いて、仲いい人だったとしてもいい成績取っちゃうとその人をよく見れなくなってしまう。そうするとネガティブな感情が出てきて、その人と楽しく喋ってたとしても、今まではね楽しく喋ってても、何かこの人ってなんか嫌だなって、うまくいってて嫌だなって思っちゃう、人の不幸は蜜の味っていう言葉って、あれって人の心理ものすごくついてるなって思うんですけど、乙女座さんは本当に何かちょっとうまくいかない方が気持ちが楽になる思考をちょっと今年は強く出ちゃうんですね。なので周りが褒められようとうまくいく実績があったり、なんか賞を取ったりとか、しても関係ない。そこは絶対に忘れないでください。今年見るところは自分ですよ。どうしてもね、あの人気になるって思っちゃうみたい。一人気になる人が出てくるかもしれないので、もう絶対気にしないでください。もしその人がすごく自慢してきたりとか、ねえねえねえ、私ねこうでこうでこうでね、すごい良かったのって言っても、よかったねって一言言ってあげてください。よかったねって、よかったねって褒めてあげてください。そう、ありがとうって、全然こっちの気持ちも分からず、その方はそういう風になる感じの人が多分出てきたりとかしても大丈夫、大丈夫ですよ。それもしそういうことがあったとしても、というかそういう方がいらっしゃらなかったとしても、とにかく何か周りのそのいい状態を、嫉妬心みたいなものが出ないように心を落ち着かせることがすごい重要な年ですね。じゃあ他にちょっとメッセージ聞いてみましょう。なんかちょっと衝撃的なことが起きやすかったりもするな。衝撃的なことが起きる感じもするんですよね。起きる、そんな感じがする。ひるんだ感じがするんですけど、その後笑ってる顔も見えたんですよね。メッセージもっとちょっと深掘りしていきましょう。何が言いたいのか、とにかく何か雷が落ちたような、何か鋭いこと、衝撃的なこと、びっくりするようなこと、みたいなこと、そんな言い方の方が腑に落ちたかな。ああ、何かに抜擢されたりとか、声がかかったりとか、ちょっとひるみそうなことを、なんか起きたりするなってね。今までやってきて着実に確実に物事をしっかり取り組んできた方、これはお仕事関係なくですよ、全てにおいてね、今まで地道にやってきたことを評価する人が現れる可能性がすごい高い年ですね。評価される人に何か自分が思ってない以上なレベルの話をね持ってこられたりとかした時に一瞬ひるみます。私にそのことを言ってくださってるんですかみたいな、私でいいのみたいなそんなちょっとびっくりするぐらい。ということはこれって評価されてますよ。評価されてる話を言われてる。その時に大切なこと、そういうことが起きた時に挑戦していいか、やっていい年なのか、すごいどんな気持ちになったか。それをひるんで挑戦しなかったら自分のレベルは今年は上がらないです。もうちょっと覚悟をして
よしって、今までの自分だったらちょっとおじけづいてね、やらないような、ちょっとビビってしまうような内容でも挑戦しましょう今年。そうするとご自身のすごくステップアップする一つになりますし、自信がつく、人間力が上がる、すごい確固たる信念みたいな、これでいいんだ、今までやってきたその感覚、結構ね地道にやってきた時間が長かったかもしれませんね、それが腑に落ちる年です。今までちゃんとやってきてよかったみたいな、あ、この日が来たんだとか、あ、来るものなんですねみたいな、やっと来ましたみたいな。だからもう周りに嫉妬してる場合じゃない、うん、だから高いところをちゃんと考えてる方なんですね。だからなんか周りがね先に行っちゃったりとか、評価されてるのを見ると焦ったりとか、へーってあの人いい風に言われちゃったみたいな、ちょっと嫉妬心みたいなのが出てくるんだけど、今年自分自身も評価される年ですからね、そんなことに運気下げてネガティブになってるってことは運気下げますから、ネガティブにならないでちゃんと運気を上げるんです。そうするといい話が舞い込んできて、そこにもただ焦って分かった分かったやりますとかじゃなくて、一呼吸を置いてしっかり物事を考えて捉えてゆったりとしながら、できるだけその場で分かったいいよって言わない方がいいです。1日とか、うん、1日ちゃんと考えて腑に落ちたらやらせてくださいとか、ありがとうございます、いいお話をありがとうございますとか、なんかそんな感じで挑戦するといいですよ。でそこに人が関わらなかったとしても、直に何か自分が、あって、これやりたくなったとかってなった時に、その場で急に決めないで一呼吸を置いて1日考えて、よし、なんか時は来たみたいな、うん、やってみてください。すごくいいね、すごく良かった。一番初めのメッセージ性がちょっと苦しいものがあるなと思ったけど、それを乗り越えたら乙女座さんも結構すごい年になると思いますね。でね、すごい全体的な、最後ね順位を言っていくので、その順位を言う時に、皆さんの点数というのかな、あの評価を最後まとめてしましょうか。でも今日じゃあ6星座の中で一番良かった星座だけ言っておきましょうか。お羊座、お牛座、双子座、蟹座、獅子座、乙女座の中で一番良かった星座、ここで発表いたします。なので、明日残りの6つこうやって同じように霊視して星座の鑑定をしていくんですが、で2023年の鑑定していくんですが、で最終的に12星座の中でどの星座が一番いいか、そして順位をつけていきます。今日の6つの星座の中で、おめでとうございます、乙女座です。最後ね、言ったなんか雷の落ちるみたいなことも言いましたが、かなりいい年だと思います。すごく良かった、良かったですね。でも見てても思うんですが、相反する感じもしましたよね。初めにあんまり良くない評価を、話をした後、こういうことが起きます、この時にこういうふうに考えてくださいみたいな、私たちの運勢がいいというふうになっていたとしても、今みたいに乙女座でも初め人への嫉妬心とか出てきたじゃないですか。これで終わっちゃう人もいるんですよ。なんかもう嫌な気持ちがいっぱいあった年だったみたいな、そうすると運気下がるのね。でも本来はいい年回りなんですよ。自分がとにかく全てにおいてポジティブに捉えることで運気を戻りできますよ。今日改めてこうやって星座でね、見させていただいた時にリアルにいっぱい伝わってきました。こういう見方もあるんだなと、私自身もとても面白く鑑定させていただきました。なので明日も皆さん楽しみにしててください。結構長い時間喋らせていただきました。明日は全員の言って、で3日間4日間とかかかってしまうかもしれないけど、何か
あのラッキーカラーとかも伝えたいんですよね、うん、なんか他のことももし私ってね、なんかお話することとか特に決めてないので、ラッキーカラー必要ないなと思ったら明日言いませんわかんないんです。私本当に台本のない人生を生きてるので、もう感覚全部その時に、あ、これ言いたくなったと思ったら言いますから。私そんな人です。あのもっともっとタズさんという人を知ってください。何かとにかく私が YouTube やってるのは、始めようと思ったのは、皆さんが幸せになるための力にしていただきたいだけなんですよ。それが自分の生きた証として、と思うし、生き様がね、この YouTube にも残せたらすごいなと思うし、自分自身の生き様として最後あの世に行く時にもう本当にニヤニヤして向こうに行くって決めてるんです。だから日々今自分ができることを精一杯させていただくって決めてます。最高の人生にしましょう。2023年素敵な年にしましょうね。改めて私さ、カニ座ね、自分で聞いて、また後で私も聞き返して、何も感じるまま言ってるので、私何言ったかちょっと覚えてないところもあるので、何度も聞いて肝に銘じようと思います。なので皆さん、この動画は本当に何度も何度も見返して、自分に、あ、2023年はそういうことを気をつけなきゃなって。でも基本的に全部の星座に関して2点しか言ってないんですよ。もう一個見てみましょうかとか、もう一個見てみましょうか、もう一個見てみましょうかって言ったら、いろんなことが降りてきます。じゃあ仕事に特化した話をしましょうとか、結婚運どうでしょうかとか、恋愛運どうでしょうかとかって言ったら、全部そこもお話ができます。なので順を追って、あの話したいことを話していきたいと思います。ということで、今日もどうでしたか。この YouTube に出会った方々がいい時間だったなと思っていただけたら嬉しいです。皆さんに本当に真心で愛を持って鑑定したりとか、本当に生きるということとか人生というものを分かって、何かいただけるきっかけになって幸せになりましょう。ということで、またお会いしましょう。明日ね。はい。